高橋伸也と令和水戸黄門ラジオ漫遊記。この番組は現代の水戸黄門様をお招きして。これからの社会のさまざまな問題について、ラジオで漫遊していただきます。高橋伸也の令和水戸黄門ラジオ漫遊記。この番組は一般社団法人食と環境と健康を考える会。 新しい日を提供するアフューグループの提供でお送りします最初に10月31日に衆議院議員総選挙が投開票になりますので急遽番組内容を変更してお届けいたします 本日はレギュラーの水戸黄門様の兼高長官にナビゲーターの進藤プロデューサーの代役を務めていただいておりますそして今日の水戸黄門様は元イオン株式会社取締役会議長の林直樹先生そして元朝日新聞税治部記者のメディアウォッチ100代表岩西光夫先生にお越しいただいておりますそれでは高橋真也さんよろししくお願いいたします。 どうも、高岡真也です、えー。選挙の話を、ここで、はいえー、今西さんを交えて、急遽話そうと。私はですね、その選挙に関しては、実はもう山ほど言いたいことあるんです。はい、それはでも、あんまりですね、あのー、個人の問題と選挙の部分っていうのは、あんまりこう、 そそれこそ分けとかないかんのでですね、はい、私はこう思うというのは今回はちょっとあの言わないようにしながらその金高長官、うん、で林相談役、はい、そして今西さんがですね反対に選挙に対してまた日本の選挙制度に対して、はい、まあまた今西さんにはあとでですねその結果においてのその予想ですね。うん もしくはその予想が外れてたら <laughs> もうみんなで大笑いしよう。正直な話 <laughs> ちょっとあの今西さんに聞きますけれどもね、はい、長年政治の社会で生きてこられてですねあまりにも野党が低たらくですよね。うん、でこれは一体どこから来てるんですかね 結局は政治家という人がやっぱり少なくなったと言いますか与党とも野党ともですねやっぱりこれほど人材が劣化してる失礼ながらまあ本来はやっぱり国会議員が務まるような人じゃないそれで一般常識がちょっと欠けてるんじゃないかっていう人もやっぱり出やすくなっちゃったといいますか。 間違って出ちゃったって人がですね、やっぱ多すぎますよね。で、そういう選挙制度に今なっちゃったんですね。なるほど。突然ね、この選挙区に来て、全然知らないのに公認候補ですと言って、それであっという間に当選しちゃう。う落ちたと思ったら、また比例区で復活当選しちゃう。結局、まあ投票によってこの人を決めようと言っても。 自分が落としたと思った人がまたお化けのように出てきちゃう今の中だから有権者も白け切っちゃってますよね白け切っちゃった限界に今きてんじゃないですかね、うん、それが今度の選挙かもしれませんね、うん、この20年間の付けが回ってきたいう、うん、これ民間の経営者サイドとして相談役その日本の政治風土っていうかこのシステムも含めた やっぱりその民間の企業をまあ引っ張ってきた相談役の立場としたらそれどういうふうに思われますあの、まあ、我々小企業ですから20年以上前の自民党であれば、うん、やはりあの商,業問題商業問題に対する理解をしている大議士さんというのはかなりの数。うんうん いらっしゃいましてそこにいわゆる方向性とかですね確認して議論していく本来こうあるべきじゃないかって議論ができたわけですけども今はそういう的ななものが機能していだからおそらくね産業の実態を本当に理解している政治家の人たちってなうのはいなくなったんだよは それは企業のためにね、うん、あの政治家頑張れってこういうことじゃないんだけど企業っていうのはね多くの国民がそこに参画して運営してるわけじゃないですかそこが今どういうふうな課題を持ってるのかどういう戦略でこれから向かうべきなのかって、はい、それに対する知見がないという、うん、この現実は非常に厳しいと思います、うんうん、けどね。 よくご存知でしたよ。なるほどね。まああまり先生なんか特にね、お詳しかったから。はそういう先生がの集団っていうのはいなくなって。これね、僕ね、属議員をね、潰した問題もね、これまたなんか言い方は良くないですよ。属議員ですそうです。それ彼らは必要やったんですよ。ある部分のその専門的な分野において。 知識が豊富やから一つの俗議員としての集団化できたわけですねそれをね全て悪いっていう風な私はそれは間違ってると思うんですねそれがやっぱり例えばあのー、極端に言い方しましたら役所の全ての人事権も内閣が持ってしまう、えー、この制度もね私ねもう一度ね考えんことにはますますね、うん 何の思想的な裏付けもなかったも、うん、総理大臣幹事長が気に入ったそうしたらもう普通に今西さんおっしゃったみたい落下線でふよっと出てきた通っちゃうんです、うん、これはねやっぱりね国民に対してねやっぱりねものすごくね悲劇ですよ。だからあれででしょ言いい方悪いんですけど 自民党に対して就職活動してるわけでしょ結局そういうこと就職活動して割り振ってもらってそうですそこで就職活動してここで合格すればどっかの選挙区の大臣になるこれおかしいです本当おかしいですやっぱりその地域から出てこないとだからこそ大臣なんでしょう。これちょっと長官ね言いにくいかもしれませんけれど役人としてね その辺の辺風景どういう,ふうに捉えてるいやいやあのお二人がおっしゃってること、まあ、高橋さんもそうですけどいや最も,もだなと思いながら聞いてましたけども。<laughs> <laughs> この間あんまっていうかちょっと前にあれがあったんです。あの自民党総裁選挙。あれね久しぶりなんか論争を見たなっていう感じなんですよね。で、あれが選挙総選挙であるべき姿じゃないかと。はいはい。考えるとあれ中選挙戦の時はそうですよね。自民党の中にいろんな意見があってそれが出てきてで国民は選択肢がまあそこにあった。見えたで当時の野党はまあ政権野党っていう力はなかったけれども自民党の中で結構それがあったじゃないですか。ありましたね。で今さっきおっしゃったようにもう一人しか 出てこないから、うん、誰だろうと関係ないんですよね、うん、選挙人にとっては、うん、だからそのどんなその力があろうがなかろうが当選してしまうと、うん、政党が選んできた人間がってことになっちゃうんでここはねやっぱり制度的な問題だろうと思いますねまあそれがね小選挙区制の問題であり政党助成金の問題でも安全やっぱり政治改革っていうのは本当に あれだけ1990年ごろにです、ねえー、いろんな事件が起きてもう大変だっていうのでこの制度ができたんだけどどうもこれもおかしいなとうようやく30年で気が付いてきてるんじゃないですかねそろそろ見直した方ががそれを限界に来てるなとでそれからやっぱりそこに派生してすべての人事権を官邸が握って 官邸が役所も全部握っちゃうというのもちょっとこれも行き過ぎててそれの一番のがやっぱり内閣人事局だったなと思いますよね,すね、うん、官房長官なり総理大臣がですねもう本当す全てのものを自分で決めちゃうとそれほど全能でではないですよねそういう人が決めたりするものだから、うん、総理と仲のいい方とかお友達とか。 ええ、っていう人たちが優遇されちゃってて、うん、それがまた有権者に見えちゃってますね。そうですね。やっぱりあれなんですよ。うん、あの。確かに役、役人の人事の話ですけれども。あの。 何十年も役人やってきて、まあ、局長になり時間、はい、になっていくというプロセスがありますけど、うん、その過程でね相当評価されてるんですよね。うん、で淘汰もうされてますし、うん、でやっぱり一緒に仕事をしてきたあるいは使ってきたあるいは仕事でこういう結果出してきたっていうのを一番分かってる人が人事をすべきなんですけども、はいうん、今はあの今井さんおっしゃるようにそこは突然ひっくり返るんですよ。うん、でただそこで議論しようととすると まあ、人事でこうあの飛ばされるみたいなあ<ー>これあの多少ない見もありますから、はい、でその結局議論で結果出すあるいは指揮監督でその方向を決めるんじゃなくて人事で決めてしまうというこれは非常にやっぱりんて言うんでしょうかただ、うん、その報復人事を恐れて、はい、役人が本当に。 萎縮してますよ。うんうん、で、やっぱり、これはね。やっぱり、それこそ、元に戻って。口、うん、論すべきものが、できなくなってしまった。これ、やっぱりね。もう一度、ある種、五箇条に戻らないかんと思いますね。ね、うん。これ、役人がの責任でもあるんでしょう。うん、そりゃそうですね。役人がね、人事をビビって、物言わない。うんうん、まあ、こう。 その政権中枢に受け入れられるようなことを探してものを言う。そういう分役人がもじゃあのそうなってきちゃってるところがあるんですね。そ,すねそれはねやっぱ役人の責任だと思います。うんうん、これ企業も似たようなことって起こり,りますよね。うんうん、間違ったワンマンの経営者が自分のイエスマンだけを周りにおいて、うんはい、そしてイエスマン 運営をするとうん、うん、そういう企業ってやっぱり未来が暗くなってやっぱり崩壊しますよねまあ我々私も人事をこうある程度長くやってたということがあって一番気をつけなきゃいけないって会社の中で特に言われていることは虚構性のある人間を配置したらダメだ、うん、なるほど特にトップの近くにそういう虚構性のある人間、うん、なるに,のにういう分かります特にあの 虚構性で一番ひどいっていうか最悪なのは事実は伝えるんだけども、うん、耳障りのい,い事実しか伝えない、うん、本質的にこう耳障り悪くてなんかちょっときついなっていう話はしない、うんはい、これは虚構性の一番悪いところです、うん、でそれを配置したがるんですよね、うんうん、だからそこはね人事で早く気がつかないと、うん、そういう人間を絶対トップの近くに置かないとありますねはい。 トップになった時は、みんなはね、志あって、やっぱりね、変えていこうってきあるんですよ。だけど、それが2年3年続くと、やっぱそういう人たちをこう。近くに置くようになる。それを人事権で早く排除していく。っていうことは、いつも考えてるわまたトップの人間って裸の王さんになった。それがね、また本人らは居心地いいと思っちゃうんですね。その私はやっぱり、その。企業も政治も。 人間がしますから人をどういうふうに見るか、ね、それは私はそのジャッジを平等にすべき社会でなくなってきたっていうことだと思うんですねだからその頑張る人間が報われる社会であるべきものが頑張らなくてもはいお前こうにあげるわって言ったらひょっと通っちゃうんですよ、うんうん こんなね社会ってね、うん、企業もダメになりますよ。あのどうなんですかその今回の選挙で野党はどういうふうに。 また伸びるかまた原油勢力を減らすか、うん、あの基本的には野党は野党共闘、まああのー、ができましたから、はい、っていうか共産党が降りたことによってほとんどのところがですね、はい、それで、えー、自民党ないしは公あの与党の候補者に一対一でぶつかるというところがですね、えーまあ、かなりはっきり言いますと200近くできてまして<ー>うう点では 与党に入れんのか野党に入れんのかっていう二者択一になったところは面白いですね。だからそこのところでの変化っていうのはあるし、でやっぱりもう一つはこれだけ短いから運動量が今までと違ってないですね。そうで,すねでやっぱり盛り上がっているのが非常に感じられませんよね。だどうしても期間が短ければそうですし、それから組織政党っていうところが今回ぐらいやっぱり力を発揮にくい。 時代なないいじゃないですかだからそうなるとやっぱり本当の無党派層といいますか、うん、今までやっぱり政治的な色彩を揺れをしなかった人たちが判断する余地は大きいいと思いますね僕はあの今回立憲民主がちょっと増やすかなというふうに思ってるぐらいでね。から 多く増やすっていう部分においては果たしてそこまでのパワーが野党にあるかって、うん、その要は共産党とくっついた、うん、果たしてこのこれだけでね,、うん、ねなかなか難しいでしょうね、うん、だからそこの問題なんですよね。 当然こうご指摘いただいた通りだと思うんですけど当分続くわけですねどっちにしても。じゃあ小選挙区制ってやっぱり二大政党的な、うんうん、やっぱりあり,ありようでないと国民目線から見ると選びようがないっていうのが現実じゃないですかそうすると野党っていうのはやはり統一していくっていうところから出てくるんですかね。やっぱり小選挙区制だだだととそうだと思いますねだから 問題はその小選挙区制はなかなか変わらないと思うんですよ、それで選ばれたから、うん、だから国会議員が変える、変えないと法律は変わらないんでね、でだから国会議員で変えるっていうのはしし相当、何十人もの人が汚職で捕まってどうしようもないから、やるっていう事態がないと無理ですね。長官ののおでですすね日本場合やっぱりあの 与党に対する批判の受け皿がね、どうしても作れてないですよね。だから選挙には困っちゃう。んですよね。うん、あのもうちょっとだから、その野党側がね、あのいろんな努力をして。うんうん う一塊になり、かつ政権運営能力を身につけるまでは、こういう状態が、うん、続くんでしょうね、そういう見通しっていうのは、どうですか、先生、感じますか、うんそうですね、だから、まあ、あのおそらくはやっぱりかなり迫ってくると思いますよ。やっぱり与党は負けますよね だからそれが過半数を割るか割らないかって言ったら、うん、今のところでは割らないという見通しがですよね。はい、そうするとこの選挙では変わらないんだけど実は次の参議院選挙は大変なんですよです、ね、来年の。でこの参議院選挙でやったらばどう見ても。 過半数バレってていう可能性が出てくるんです、うん、そうするとまた6年間のねじれの時代が来るとここで政治が変わると、うん、結局1回の選挙では世の,世の中変わらないぐらいガチガチの気候ができちゃってるんですね、うん、今そうですねだからまあこれはだから政変はこれから長くなるなと私らは思ってまして、うんはい、来年の参議院選で第2ラウンドがありそうだとだ、うんはい、だからそののための一歩だなと。 で第2ラウンドはもしかするとダブル選挙ななるかもしれないあ<ー>でそれによって今度は大きな変化とか法,法律の改正とかうんやっぱり行われるきっかけにはなるかもしれませんね。う ねじれになると、やっぱりかなり大きなことになんで,ですね、確かに前あったじゃないですか、はい、政権交代前、はいはい、やっぱり野党がやろうとすること野党がまあ参議院通さないので、行き詰まるんですよ、いろんな政策が。うん、ですから、横暴はまあ是正されているんでしょうけど、うん、政権上に行き詰まる可能性がいやもう動けなくなってます、国会がね。うんえー、だから大島忠盛さんという方が今回、議長を辞められたけれども、えー、彼が一番懸念してるのは、えー、どうもやまたねじれが起きるかもしれない。うんうん でそうなってきた時に参議院の衆参が,、うん、がもう同一同格ですからね,ねだからどちらも睨み合っちゃって動かないというそうするといろんな社会とか経済にもやっぱり。 影響が出ててきですから私もねその前のこと私も役人だったですけども要するに法案が通らないんですよね正争の軍になっちゃうわけみんなこう逃げられてですから国民にとってこの事態というのはあまりよくないんですけども確かに政権交代を考えると大きな地盤変動が起こりうる状態なんですねただあの私ね。 こうなってきた本質っていうのはやっぱり野党に責任が、うん、あるもうあの野党が政権取った時のあの情けなさ全く学んでない、うんうん、そういう面では私は野党が大いなる反省のもとにもっと素晴らしい政策を打ち出すんかなと思ったら全然勉強してない。今井さんこれ 企業やったらこれはもう倒産ですよです、ね、この日本なんか、うんうん、経営者としてその相談役どうですこれ <laughs> 経営者になってそういやいや要は経企業経営をされてたその人間として冷静に見てどう見ますこれを企業として見た場合。 こう考えてて人材ってどうやって確保していくのかなそこからやはりちょっと考えないと、うんね、今井さんの話聞いてると、うん、なんだとその執行部がさこれ気に入ったらね、うん、大議士になれる、うん、こんな制度を 作ってるようではどうしようううでどしもないわけやっぱり日本を変えたい政治でもって変えたい、うん、日本の国はこうあるべきだと思う、うん、志みたいなものを、ねうんね、松下政経塾とはちょっと違うけども <laughs> やっぱりそういう組織があって <laughs> そこでやっぱりこう人を育成していくみたいなものがこれからいるのかなと、うん、やっぱり志ある人間が今手を挙げられなないいじゃないですか、うんうん、この番組が大事なんですよ。<laughs> それこそこの番組がもう本当にフェアにもう駄目はダメいいはいいって例えば企業の経営者が来られても政治評論的な方が来られても役人が来られても同じ目線でこの国を売れうっていうねこの部分っていうのはものすごく私はねこの番組の本当の価値と素晴らしさは そういういとこだもん、うん、ただ私がやっってるるからちょっと誤解を受けまあ一つねやっぱり今度の選挙で大きくは変わらないけども、うん、変わる可能性の、まあ、いくつかが出てくるで、うん、で一つはやっぱりう票数だとかって言って与野党のあれが、まあ、縮まるかもしれないけど大きく変わらないというのがみんなの見通しですけどもしかし今回は大物議員が結構落ちるかもしれない、ね、そうですね。 それから世襲批判が今回ぐらい高いときないですね。かだからね、あの、うん、まあだから本当に本命が落ちるっていうかお、あるいは大穴が突然出るとかっていうのは選挙区によってはありえますね。うん、この変化はあの出てくるんじゃないかな。すで今自民党のあの。 プロがみんないなくなってるんで選挙区でどんな変化が起きてるかわかんないんですよね本当に本当どんどん返し予想外のっていう現職大臣がどんどん落ちるとかあの人がっていうのがあり得る選挙ですねまたそこが今回の面白さじゃないですかねそうするとそこからまた変わってくる一気には変わらないですからね人間は だけど面白い選挙ですね。この変わらないっていうものを。最後に変えるべき。準備をしながら。今週は終わりましょう。選挙の結果も楽しみ。はい、今に先生があの坊主になるかも。はい。恐らくなるでしょう。はい。はい 今日の水戸黄門様は元イオン株式会社取締役会議長林直樹先生と元朝日新聞政治部記者メディアウォッチ100代表の今西光夫先生でございましたお相手は高橋信也と金高雅人と寺沢七子とと高寺子林直樹今西光雄でした高橋信也の「令和水戸黄門ラジオマン有紀」この番組は一般社団法人 食と環境と健康を考える会新しい美を提供するアヒューグループの提供でお送りしました <music>